TV 神谷ひろしです。はい、同じくファミツ TV 神谷ともこです。そして今回もこの方に来ていただいております。はい、モンスターハンターフロンティアオンラインの運営プロデューサーカプコンの杉浦さんです。杉浦さんです。よろしくお願いします。まあ、前回はですね、はい、残念ながら、はい、パリアプリア討伐することができなかったんですけれども。そうですね。何が敗因ですかね。まあ、明らかにもう一人の方じゃあ1番と4番が敗因です。1番と4番が敗因、はい、それはその心は1番と4番をおっしゃらながらやられてきたかったです。もうそれさ、テロップでフォローするの大変なんだからさ。今回のあれはもう1番と4番はあのミフィちゃんにします。ミフィちゃん、あミフィちゃんにして、こういうことね。そう、ミフィちゃんにして他の番組でやります。でも1番を押さないと他の番組、あ、番号でやります。他の番号、他の番組じゃなくて他の番号って言いたかったのね。番号を使います。はい、です。でも 1番を押さないと回復薬飲めないんですよ。だからあれですよね、あの、うん、本当に必要な時だけ。そうその時だけ一番なんか慌てちゃうとびちゃびちゃ押しちゃうんですよ。それが良くないんですよ。それが良くないので、はい、考えて、はい、もうコントローラー教室になってますね、もうこの番組は。でも、はい、なんかちょっとそれでグリグリやる戦い、グリグリ、あのそれバレちゃうのでグリグリやってるっていうのが。そうですか、はい、でもまあそうします。いやいや、あの、はい、適度に、適度に、はい、ちゃんとタイミングよく押してることにしましょう。はい、この、あの、ちょっとの間に講習を受けたのでちょっと大丈夫だよと、うん、大丈夫だよって。今回は、今回はじゃあ戦力として期待できると。できる、はい、やります。あの、よ、あの、頑張ろうみんな。なんだよ。ちょっとなんか言葉が出てこなかったの。あ、出てこなかった、うん。まあでもともちゃんも頑張るとは言ってるんですけれども、やっぱり僕と杉浦さんだけじゃちょっとね、不安な要素ありますよね。ともちゃんがどれだけ頑張れるか分かんないですもんね。私がもうなんか金田さんのフォローするというのが前提になってるので、はい、まあプラス1、ここにかなり強い戦力が必要かなと思いましたので、はい、前回同様に、はい、古竜番長出た。古竜番長、はい、頼もしい、はい、古竜と言います。そこにいるみたいだけど、古竜番長誰からここにいないんだよね。いないの。じゃあどうやるんですか。いや、だからこれネットゲームだから。そもそもそっからあれ、はい、あ、じゃあ私のフォローお願いします。いきなり、はい、じゃあもう、はい、ともちゃんと、ともちゃんのフォローする杉浦さんと、はい、僕と古竜番長っていう組み合わせで、はい、そうですね、はい、みんなで、あの、頑張ろうこれ、はい、あれ、こりや、なんかこう、なんかみんなチームワークかけて。ちょっと適当に喋ってるでしょ。いやでも本当に今回の私はちょっと見違えるようなので、あの、みんな期待しててほしいです。あ、そうですか、うん、私もあの戻り玉も用意しましたので、ちゃんとなったらキャンプにすぐ戻れるようになりました。ああ、そうですね、はい、それ素晴らしいですね、はいはいはい、私もあのいらない武器は捨ててきたんで。武器は捨てれない。武器は捨てれないです。捨てちゃダメです。はい、何その決意。武器は捨ててきましたって決意がよくわからないけど。でも頑張りたいと思います。まあでも頑張りましょう。うん、そうですね。はい、じゃあ早速、はい、討伐に行きましょう。はい。はい。じゃじゃーん。はい。行くぞー。50分だー。さあ、こっちだよー。ウェイ。今回ガチで行きますからね。ガチで行きます。はい。お、ちゃんと来てますね。ついてきてね。じゃー。ともちゃんに今回構ってらんないからね。わかってる。ガチで倒しに行くからね。うん。ここから行きましょう。剣を出さないと。まだだ。あ、まだです。出さなくていいです。あ、出さなくていい。はい、このまま移動します。はい。1回2番押してもらっていいですか。2番前提しますから。で、移動。あ、コリンさん待っててくれて。コリンさん、コリューさん。あ、コリンさん、はい、もうここを移動すればパリアプリやりますので。いる。よし、今回はガチでいきますからね。よっしゃ。じゃあ、次行きましょう。じゃあ行きましょう。なんか食ってる。そうですね。なんか食べてる。まだあいつ行っちゃった。あ、どうしたい。ここまでは前回と同じですね。一緒ですね。ただここから違いますよ。はい。トモちゃんも分かってますからね。当たった？これ当たった？当たってるね。あっちだ。うわ、なんだ
さて、そうですね、わかるかな。よっしゃ、あ、太郎ちゃん来た、太郎ちゃん来たよ、太郎ちゃん何か落として、来い、走って来い、飛んできた、落ちるか、落ちない、お、落ちた、神谷さんナイス、ナイス、今だよ、チャンスだよ、トモちゃん、どこどこどこ、あ、いたいたいた、よし、走れ、めちゃくちゃにしてやれよ、グリグリー、あー、あ、グリグリ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 、あ、どこだ、いなくなった、ん、うわー、あれ、トモちゃんが引かれた、トモちゃん、狙われてますね、マジで、なんで私狙われなきゃいけないのなんで切れるかがわからん、ゲームだからね、どこどこどこ、うわ ー, うわー、やめてー、やべ、トモちゃん死ぬじゃん、いや、ちょっと待って、ちょっと回復して、回復して、早い早い、じゃあ杉浦戻りますくそー、回復しなきゃった、あ、運ばれてった、大丈夫です。もう待機してますから。はい。じゃあ行きましょう。あ、なんか食べて。お願いします。行きますよ。はい。はい、うわうわうわわ。怒ってんのかしら。そう。あ、そっか、回復しなかったから。緑の棒は時々見たことある。これこれ。そうですね。あ、そっか。うわ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 、なんだなんだ。あ、そっか。じゃあまだ風に乗ります、ね。はい。はい。わあ、そうしゃあわい。左右、あ、左右のやつ。あ、緑がなくなったら、あ、いいそうですね、回復しなきゃダメですね、いたいた、はい、なんか別なゲームがそっちで行われてる感じがしますあ、逃げた、あ、しかもペイントしてなかった、うわ、失敗したでしょ、いたいた、いた、それ違いますえ、それペイントペイント全然違う全然違うどこだ、みんなどこ行ったんですかね、探さなきゃ、お、あ、なんかそうです、ね、あ、いたいた、あ、あ、コリュー番長呼んでるんだ、あっちにいるよと、そうですね、さすがコリュー番長、さすがいたぞー、はい、ますあー、で、はい、じゃあ、いきますね、はい、あ、いた、はい、いた、たたたたた、おいたー、てらよ、さっきの敵、さっきの敵、自分の敵かあんまかっこよくない、グリ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 、早く、1、あれ、まだピヨピヨしてるからダメです、ピヨピヨしてるからダメなんだか、はい、早くして、よいしょ、さらに、これで前回の発生、素晴らしい、これぞパーティープレイですよ、そうですね、うわーい、行くんだよー、行くんじゃないのこれ、行くんじゃねーのー、行くんじゃないの、頑張って、あれ、剣出てない、びっくりした、あーいった、あーっ、あーっ、いや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 、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、ピヨ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 、あー、誰かが回復してくれる、どこのどなたか存じませんが、ありがとうございます、うぇー、あー、おー、あれにも当たんのか、え、こっち見た、もう逃げる、逃げる、やばいやばい、ほらー、あー、こっち切っちゃったよ、ほらー、あー、ダメだ、狙われてますね、やばいな、よっしゃ、もう一回、あ、引きずった足、よっしゃ、お、お、ちょっと、ダメじゃん、マジで、ここはもう、あいつ倒せるかもしれないよ、マジで、遠場すぎるかも、
だいぶダメージが蓄積してる。ああでもやつどこだ。逃げちゃいました。逃げた。逃げちゃったよ。相当いいとこまで行ってるよ、トムちゃん。ほんと？どうする？どこ行く？ん、どこ行くって何の話？トムちゃん、何のゲームやってんの？どこ行く？どこ行く？わたみ？すげえ、え？打ち上げわたみ？この後の打ち上げわたみ。お、いたうわ、もう絶対倒せる、トムちゃん。グリ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 探してくる。逃げたよ。あ、コリオ番長がピョってる。起きて。あ、飲んで。よっしゃー。あー、しびれはな、すごい。おー。なんかどうやったらいいんですか？なんかですね、まず剣をしまう。あ、剣しまう。はい。2番。3番。3番。惜しい。惜しかった。はい、で、左右でモンスターの方につける。左右で、これで、これで。はい、モンスターです。はい。痛い痛い。そこに行って、はい、もう一回3番。あ、取りすぎちゃいました。ちょっとなんかわかんない。あ、ここだ。はい、ここで3番。こいつこんな顔してんな。うわ、なんか取ってた。はい、こうやって剥ぎ取ってるわけですね、倒したもん。これはな、何竜って言うんですか？ドン竜？ドン竜。ドン竜。はい、飲む竜なんですね。そうですね。これで、でもドン竜っていうのが、はい、飲む竜って書くじゃないですか、はい、でも大体今までのモンスターも漢字でこう表されていて、それがなんかモンスターの特徴だったりする印象があるんですけど、はい、ドン竜っていうのは一体何なんですかね、まあ、これもなんか秘密があるんですか？そうですね、前回の、はい、ベルキュロスの時はすごい強くて、はい、すぐ死んだと思うんですよね。ベルキュロスすごい強かったですよね、はい、やられたってやつ。そうです、はい、で今回 の、 あのパリアプリアは、はい、それに比べるとかなりあっさりと倒せたと。もうぶっちゃけあっさりと倒せちゃいましたよね。もっとすごい強いのかと思ってたんですけど、はい、でも私がすごかったからじゃないのかな。だから倒せたんじゃないかな、はい、ってバカなわけねえだろ。まあ戦ってはいたけどね、うん、まあ、ただ前回ベルキュロスに関してはもう手も足も出なかったっていう感じがしたんですけれども、はい、そうですね、今回ちょっと違和感があるんですよね、うん、動きもそんなに速いモンスターではありませんし、はい、まあ実は今回は、はい、まあ、簡単に結構倒しちゃうんですけど、はい、倒しちゃいますね、倒すことが重要なのではなくて、はい、その前に本当は実はクエストの中である行為をさせることが大事なんです、はあ、倒すためにバリキロはいるんじゃないですか。これはパリアプリアですね。わざっちゃって、はい、パリアプリア、はい、確かに倒しても、うん、まあ、さっき手に入った素材があると思うんですけど、はい、素材は手に入るんですけど、まあ、あれだとなかなかちょっと手に入らないものが実はあったりもするんですね。それを倒さないでどうやって手に入れるのか、それやってみたいですね。あ、まあ、そこが今回の実はちょっとモンスターに隠されてる秘密の一つなので。さっきの人を人じゃないです。モンスターモンちゃんをモンちゃん、はい、なんか倒さないでもらうってことですか？そうですね、はい、倒しちゃいけないってことですか？まあ、いけないんではないんですけど、はあ、まあ、最終的には倒す。そうですね、すぐに倒しちゃうのではなくて、その間にある過程をやっていただくっていうのが今回大事になってます。どんな過程なんですか？はい、
それが落とし物的なものなのかな。おおおららいいとこついてると思いますね。マジっすか。はい、じゃあそれでもらえるってことですか。その先あの倒す前にじゃないとないものってことですね。そうですね、あの私が言ったことそのままなんですけど、まあ、そうだよね。じゃあヒントはその漢字のドンリュウっていうのと、そうですね、落とし物かもみたいな、ね、うん、結構いいとこついてるなみたいな感じで。あ、じゃあ、はい、皆さんこれをヒントに、はい、プリアプリア討伐してみてください、はいはい、もっとヒントないんですか。こればっかりはちょっとやっぱりゲームの中で探していただくのも楽しみだと思いますので、はい、ここからゲームの中でどうもどのぐらいで、うん、あのちょっとあの倒せちゃうかっていうの分かんないですよね。結構ね、どれぐらいで倒せちゃうか、うん、だから結構でも今あっさり倒せたじゃん、うん、だってともちゃんがいたにもかかわらずだよ。ともちゃんがいたにもかかわらず割とあっさり倒せたんだよ。いつもギリギリでいたいっていうことですかね。あのそのあれが何がモンスターがギリギリでいた、だからそれでアイテムをもらうってことですよね。もう全然わかんない。もう全然わかりません。はい、というわけで、杉浦さん、あの、はい、ちょっと気になるところなんですけれども、はい、モンスターハンターフロンティアオンラインの今後の展開なんかについてもお伺いしてみたいと思うんですけども、そうですね、はい、はい、まあ早速なんですけども、はい、次今度はですね 5.5 のアップデートですね。 5.5、はい、どうして 4.5 はないんですか。確かにあの 4.0 と 5.0 の間は実はあの正確な形では 4.5 ではなくて、あのリファインっていう名前を使ってリファインアップデートって形だったんですけども、今回はリファインアップデートよりもちょっとボリュームが多くて、でも 10.0、 6.0 よりはボリュームがちょっとちっちゃくてっていうその中間なので 5.5 というふうな名前をつけて、どんどんモンスターが強くなっていくってことですか。新しい追加されるモンスターが出てきますね。また 6.0 を待たずして新しいモンスターを投入。そうですね、はい、ただ全く新しいさっきのヒロアパリアプリアのですか。それはちょっとまだ内緒なんですよ。なんで記憶が曖昧なの、今戦ったばっかりなのに。ちょっと、はい、ただ、今まで出てきたモンスターの中の、アシュカ希少種あたりをですね、アシュカ希少種、はい、希少種何ですかそれ。すごい難しいというか、それだけで多分あの何十分も使うと思いますので、あの今回はちょっとそこは受け流してもらえると嬉しいなと思うんですけども、アシカ希少種っていう人がいる。人ではないんですけど、なんかモンスターです。されとんねんお前。まあ、じゃあそれが今度 6.0 で出てくるんですか。 5.5 ですね。はい、もうめちゃくちゃだよ。もう多分もう見てる人わからなくなってるかもしれないので、はい、じゃあ改めて5.5 っていうのが今度リリースされて、はい、そうですね、はいはい、そこで、うん、また新しくモンスターも追加しますし、はいはい、それ以外にもまたちょっといろいろとですね、新しいこういうパローネキャラバンに続くですね、うん、あのコンテンツもちょっといろいろ考えてますので、当然パローネキャラバンもさらにですね、はい、もっといろいろとアップデートしていいものにしていきますので、それがまず夏にちょっと今考えてます。今春ですか。そうですね。聞かれても結構難しいですけども。はい、はい、そうですね。ですごい。その、まあ、5.5 夏にやるのと同じく、はい、モンスターハンターフロンティアは、7月でとうとうおかげさまで2周年。おめでとうございます。はい、すごい。すごい言われていてからもう2ヶ月も経つんですか。2年ですね。2ヶ月ではなくて2年ですね。2年も経ってるんですか。はい。トムちゃん大丈夫、酔っ払ってない。今戦い疲れが出てる。あ、疲れだ。頑張っちゃったからね、ちょっと。なるほど、はい、でも良かったですね、2年も続いて、はい、本当に本当にすごい、ね、まるで続かなかったかと思われてるようなこの発言が、僕はこうどうリアクションするか。違う違う違う、本当すごいなって思って。あ、本当ありがとうございます。このケーキの世の中に本当にすごいことだなって感動してるです。ありがとうございます、はい、そういうふうには全く聞こえなかった。はい、そこは悪意はないんですよ。そうですよね、僕も金田さんが敵をいっぱい作らないか、そればかりは心残りですもん。でもすごいね、なんかねやってて面白いから、はい、やっぱりわかるね。そうだよね、うん、ありがとうございます。確かにあの皆さん盛り上がると思うので、はい、モンスターハンターフロンティアオンラインシリーズ 5.0、はい、プレイしてみてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてプレゼントがあるんですよね。そう、またね、はい、またまたちょっとね太っ腹な、はいはい、はい、モンスターハンターフロンティアオンラインの、はい、シーズン 5.0 のプレミアムパッケージと、うん、
スターターパッケージの方をですね、各10名様ずつ。各10名。はい。10名、10年、20名。10年、10年、20名って何も全然わからん今回お前のことが。割とお前とは付き合いが長いけど今回お前のことが全然わからないよ。じゃあ本当に戦いですごい疲れてる。すいません、本当に頑張ったでしょ。でも今回頑張ったけど、はい、もう一回やろうか。はい、10人、10人、20人。そうですね、そんな簡単なことがなんでできないのか全くわからないですけども、はい、はい、皆さん、応募はですね、特設ページ内の応募フォームからよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは最後に杉浦さん、はい、番組をご覧になっている皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、はい、シーズン 5.0、5.5、そしてまた 6.0 とですね、はい、今年もどんどんアップデートをしていって、さまざまなものをですね、ゲームの中に追加していこうと思います。これからもぜひモンスターハンターフロンティアを応援してください。お願いします。応援しますよ。それはありがとうございます。はい、本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。もうすっごい今日はよく寝られそうな気がします。よく寝られそう、うん、まあその前に一仕事ありますからね。はい、最後にともちゃんの今回のまとめでお別れです。皆さん本当に今回ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたどこかで。ところといえばゲーム中すごい良かったんですけど、なんか最初のところはゲームのことに頭がいっぱいになってちょっと言葉を失うっていうのはこういうことかなっていう日本語を正直忘れました。なんかこういうのが生まれたての赤ちゃんに戻るっていうことなんですかね。お母さん思い出しました。それで最後もちょっとゲームのそのカプコンさんの太っ腹さんの10人10人のご紹介するときにもちょっと人のはっきり言ってもゲームに力を尽くしやで、それで忘れました、言葉を。日本語難しい今日この頃どうやって生きていけばいい今日のこの頃っていう感じなんですけど、まあでもですね、めでたくですね、前回 4.0 の時に倒せなかった、じゃん、ガルジスト、こんな名前だったと私は思っているんですけど、火吹いてたガルちゃん、ガルちゃんって呼んでたような気がする。ベルキュロス。あれ、そんな名前惜しくない？惜しい。いや、これちょっと今回のやつに惜しいですね。今回倒したやつと似てる。今回倒したみんなで力を合わせ倒したやつ、ベルペカス。あ、違う、メルペカス、こんな顔してたベルペカス、ちょっとそれに近い感じ。パプリア、バリアプリア、そんな名前。あれ、嘘、パパイヤ鈴木さんみたいな名前って思ってた。パリアプリア、あーそう、そんなこと言ってましたっけ。あれ次回このどっちかの名前をカプコンさんに 6.0 の時使っていただけたらいいななんて思ってますけど、じゃなかったらいっそのことカタカナだと覚えづらいので漢字とかにしてもらいたいですね。銀とか銀をみんなで倒しに行こうみたいな、そういう名前にしていただいてもいいかななんて思っています。とにかくカプコンさんにはすごくお世話になって、すごく楽しませていただいたので、恩返しがしたいと思っておりますので、皆さんぜひともモンハンの方をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、全然違いましたね。すごいでしょ、びっくりしたね。全員知ってました。全然ベブリ、うん、ベルパイカーちゃん、ベルキュロス、ベルキュロス、あ、こっち美味しかったね、でもね、ベブリクリクちゃん、あ、ちょっと待って、難しい。